おうちクラシックをご覧の皆様、こんにちは。オーボエ奏者の吉野まどかです。本日はピアノの阿部玲子さんと仙台フィルハーモニー管弦楽団オーボエ奏者の西澤清弘さんと3人で一緒にアンサンブルをお届けいたします。オーボエという楽器の魅力を存分にお楽しみください。それではどうぞ。ただいまお聴きいただいたのはチマローザのオーボエコンチェルトでした。チマローザはモーツァルトと同時期にイタリアで活躍した作曲家です。この曲はもともとチェンバロのために作曲されましたが、後にオーボエのためにアレンジされました。技巧的なパッセージと歌のようなメロディーの対比が美しい曲です。今回は4楽章のみ演奏させていただきました。次に演奏させていただくのはモーツァルトのオペラ魔笛より私は鳥刺しです。モーツァルトの有名なオペラ魔笛のアリアの一曲です。物語の中では鳥刺しという職業のキャラクターの登場シーンで歌われます。モーツァルトらしくコミカルで明るい曲です。
次がおうちクラシック最後の曲になります。演奏させていただくのはアルビノーニ作曲の2本のオーボエのための協奏曲作品 9-3 です。アルビノーニはバロック時代に活躍したイタリアの作曲家です。彼はたくさんの器楽曲を作曲しましたが、2本のオーボエのための協奏曲も数多く残しました。それらは現在もオーボエ奏者にとってとても重要なレパートリーとなっています。その中でも明るく美しいこの作品 9-3 はオーボエの明るい音の魅力を存分に表現できる曲の一つです。今回は1楽章のみ演奏させていただきます。それではどうぞ。